こんにちは、ゼロモルです。今日はですね、とある場所に来ております。もうね、車で数時間かけて来たポイントなんですけども、今日はですね、夏ということで虫捕りをしたいと思います。今日はね、もう早朝、これから日が出るという時間帯ですので、クワガタカブトムシがね、もしいれば、もう乱獲していきたいなというふうに思っております。なんとかね、探していきたいと思います。では行きましょう。めっちゃ樹液出てますね。めっちゃ出てる樹液。うわー、いそう。そうな気がする。めっちゃダンゴムシいる。めちゃめちゃダンゴムシ。ほっ、よいしょ。ほっ、あ、デカミミズ。デカミミズが数匹、あとヤスデ。いました、見てください、あそこ。え、見える、あれ。あれ、ノコギリクワガタですね。やったー、ちょっと捕まえよう。ほら、生きてる。あ、生きてる、ほら、おった。ごめん。あ、いた。え、ここにもいる。あ、生きてる。なんで2匹もいた。やったー、ノコちゃん、ノコちゃんです。いいサイズ、しかもかっこいい。もう同じサイズの、いいサイズの、ほら、こう戦おうとしてる。いや、そんな急に取ってすぐ、そんな。あ、やばいやばい、挟まれる挟まれる。ちょっと一回挟まれてみようか。はい、いいよ。ちょっと景気づけに一回挟まれてみましょう。ふっ、来い。あー、痛い。これはおそらく7センチです。一目でわかる。はい、7センチもないです、ごめんなさい、間違えました。あ、カナブン。カナブンです。せーの、いや、違う、カナブン。あー、綺麗。ほら、すごい。この顔もね、可愛いんだよね。なんて言ったらいいのか、なんか宇宙人みたいな。こういう宇宙人いるよね。なんか昔の水筒みたいな。昔の水筒。あ、ひょうたんの金色の。山、あれ崩したらもう大量にアリ出てくるよ、あれ絶対。あの子かわいそうなんで、そこにしませんけど。お、おお、見つけた。カブトムシいた。いました。その、これね、これでしょ。これゴキブリ。うち、こっちにもゴキブリ。違う、ね、ゴキブリがほら、真ん中。え、あ、ごめんなさい。こちらカブトムシのメスです。立派なサイズ。やったね。ほら、裏はこんな感じ。もじょ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 。これかな、これかな。はい、すごい。いた。いいですね。はい、ごめんね、ちょっとここで待ってて。クワガタに気をつけて。キムさん、来ましたよ。また来ました。見てください、ここ。うわ、いました、2匹目。やっぱり道からこうちょっと離れてるところがいいかもしれないね。わあ、ごめん。うん、すごい。すごい。あ、俺の手ペルペルブブブってしてる。しょっぱい、しょっぱいって。はい。いいサイズですね。さっきの方がでかかったかな。この子もじゃあちょっと入れときましょう。ウォーキングされてたお姉さんにいただきました。いりますかっつって。なんの。めっちゃいい人やったな。ノコの多分メスだと思うんですよね。ノコギリの。このね、ちょっと茶色っぽいこのテカリがね、ノコギリっぽいですね。はい、この子、奇形だ。あ、曲がっちゃってる。曲がってるわ、すごい不思議な形してるわ。いいよね。羊化するときかな、サナギになるときかな。うーん、まあ、この子も美しいとして虫かごに入れましょう。いやー、もうこうなってくるとやっぱりカブトムシのオスが見たいですね。絶対おると思うんだけどな。オス2匹おったし、オス見つけて帰りたいですね。ああ、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 
にゃーん面白くない。多分何歳だろうね、だいたい312歳と4ヶ月だな、この感じ、この触り心地。312と4ヶ月、それやだ。これはトップ2日、トップ2日。はい、ということで、2時間近くね、探して回した結果ですね、ノコギリクワガタのオスが3匹と、カブトムシのメスが2匹、ノコのメスが2匹という感じで、あとカナブン多数という感じでね、なかなか楽しい採集になりました。ただね、まあ、ちょっと心残りというところで言うと、カブトムシのオスですね、が見つからなかったのがちょっと残念かなというふうに思いますが、またねそれはね今度第2弾ということでね、次回また来ようと思いますんで、その時にねリベンジできたらなというふうに思います。まあ気になる方はねチャンネル登録して、お待ちください。はい、ということで今回は、夏を楽しもうということでね、昆虫採集に来たらでも大量に取れましたよという動画でございました。バイバイゼロ丸でした。バイバイ。かっこよかった。ほら。最高。